こんにちは。ニューヨーク在住で DJ と楽曲プロデュースを生業としています DJ カズ佐久間です。今日はですね、久しぶりの動画になってしまうのですが、先日8月の14日に発売されました僕の最新シングル A Woman フィーチャリング R Navy&Songful Soul Voice on Streaming Sites の、Spotify での、再生回数が1万回を超えたということで、ちょっとねそれを記念するという意味も込めまして、このバックトラックどうやって作ったのかなっていう、そのエイブルトンライブのプロジェクトをお見せして、僕がどうやって作ったかっていうね、簡単に解説していこうかなと思いますので、ぜひね、トラック作りたいという方は参考にしてみてください。はい、では早速始めてみます。はい、では早速ね、始めていきたいと思うのですが、実はですねこのトラック、このデモ自体を作ったのが1年前なんですよ。去年の8月ぐらいに、クイーンズからブルックリンに引っ越しましたっていうような動画をアップしたんですけども、その、ブルックリンに引っ越してすぐにこう制作していた時の、トラックの一つって感じで、まあ、1年ぐらいね経過しているので、すっごい詳しくは覚えてなかったりもするんですが、実はでもね、あの思い出しながらやっていきたいと思います。で、基本的にはこの曲は3つのメロディーをこう交互に入れ替えた構成になっています。で、最初の取り掛かりとして、イントロで使っているメロディーを適当にこう鍵盤をね弾きながら、なんとなくこうミディで、リアルタイムレコーディングをして、でまあ気に入ったのでその後で、ミディクリップを開いて、クオンタイズとベロシティの修正をして、まずねこのイントロのメロディーを固めました。でこの時点でまあこのトラックのスケールを割り出したという感じですね。そのメロディーはこれですね。これをソロにします。はい、こんな感じのメロディーです。はい、でこのメロディーをまあ取り掛かりとして固めましたということで、じゃあどうやってこのメロディーを元にスケールを割り出したんですかっていう方もいますよね、おそらく。上のカードもしくは下の概要欄に、貼っておきますが、その動画の中でね詳しく話していますけども、基本的に聞いた感じね、この曲は、まあ、メロディー的にマイナースケールなので、マイナーのスケールということで、ルート前半前前半全全ですよね。でこれを全部選択して、このメロディーに使っているノートにはまる位置に動かしてみました。いいですか。そうすると、CC をねルートにしたところで、ちょうど、うまく全てのノートが重なった感じです。これと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 これですよね。なのでルートが C なので、 C のマイナースケールもしくは C の、ハーモニックマイナースケール、どちらかかなということですよね。はい、これでスケールを割り出しましたので、それを元にね C マイナーか C ハーモニックマイナーのスケールで組み立てていこうということで、最初ね BPM 今77ですけども、80で確か最初はやっていたと思います。でまあ最終的にちょっと BPM を落とした方がいいなってことで、最終的にはこの77に落ち着けたという感じですね。はい、じゃあ、元となるメロディーを固めて、スケールを割り出しましたと。
で、その次にね、取り掛かったのがコード進行です。スケールが分かったので、今度はコード進行を、作っていこうかなということで、こんな感じですね。コード、さっきのねメロディーとこのコードを、ソロにしてみるとこんな感じです。再生します。これがコードです。はい、こんな感じで、コード進行を決めていきました。最初が C のマイナーコードで、2個目が F のマイナー、 F マイナーで、次がですね、最初こんな感じで、A シャープマイナーだったんですけども、ここね1個上げて、B のディミニッシュってことで、ハーモニックマイナー、 C のハーモニックマイナーにしようかなと思いました。で、最後が C、 1個目と同じコードですね。はい、なんで C マイナー、 F マイナー、 B のディミニッシュで C マイナーっていうコード進行ですね。こっちも多分同じパターンでずっと永遠繰り返す感じです。はい、でまあこの辺のねコードのこととかちょっと分かんないなっていう方は、以前の動画を見ていただくか、それでもね分からないよっていう方はピンポイントでの、オンラインサポートもやってますので、LINE か、サイト経由でね連絡いただければなと思います。ちゃんとね教えますので。はい、で、メロディーと、コードが決まりましたということで、そこからはね、リズム、ドラムとベースですね。このねリズムだけでまた再生してみましょうかね。キック、スネア、ハット、ベースです。再生します。はい、これにコードが乗ると、コードコードこれですね。はい、こんな感じで、リズムとコードを作っていきました。はい、でその後でね、ずっとねこのメロディーで言ってもつまらないので、バースの部分、歌がね入る部分、ラップが入る部分が、このメロディーかな、ブラック1っていうやつを付け足してみました。はい、これがねこっからですかね。再生します。このメロディーです。バースの部分、 R ネイビーのラップが乗る部分ですね。はい、こんな感じでこれがバースの部分のメロディーっていう感じで、イントロとはね別パターンのメロディーを、もうちょっとね簡単な、メロディーを入れてみました。こう歌をね邪魔しない感じのメロディーラインですね。で最後3パターン目のメロディーが、サビの部分、フックの部分のメロディー、これですね。ピンクのフックリードってやつですね。はい、こっから再生してみます。このメロディーですね。はい、
こんな感じのメロディーがフックのメロディーです。スケールが割り出されて、コード進行も決まったらもうね、その、スケールに合わせたね、こう音階を使っていけばいい感じなので、まあそれに基づいて、フックのメロディーもね、別パターンでつけてみたという感じです。これですね、これも、C のハーモニックマイナー、ゼンハンゼンゼンハンゼンゼンで、ハーモニックはここが上がるので、で C で、B の位置にもう一個あるということで、 C のねハーモニックマイナーのスケールですという感じです。このメロディー、はい、これでですね、イントロ、バース、フックの部分のメロディーが全てできたということで、それをねこう交互に、コピーしつつ抜き差しして、おおよその、展開っていうのをね、作りました。こんな感じです。はい、見えますか。でこっからここまでですね、だいたいこの範囲って感じです。でこの状態で、レコーディングスタジオに、データを持ち込んで、そこで歌を入れましたという感じですね。でボーカルデータがこれです。 R ネイビーのボーカルパートをグループして、ソングフルソウルボイスのボーカルパートがいっぱいありますね。シンガーさんなのでこんな感じでバーッとあって、その、アカペラのファイルをもらって、ノービートでもらって、それをまあ僕はここに貼り付けてって感じですね。この2つのトラック、アカペラのトラックを貼り付けて、で最終的にもう一度ねこう、細かい、エディットっていうのをして、でミックスダウン、マスタリングの、エンジニアさんに送るっていう感じです、流れとしては。はい、で、まあおまけとして、このトラックでちょっとね僕が工夫した点は、バース2、ソングフルソウルボイスの、バースですね、このフック後のドラム、ここかな、ここねちょっと変わってんの見えますか。はい、じゃあどう変わったかちょっと再生してみます。スネアの、ピッチ音程をグッと下げてメリハリをねつけてみたので、スネアに注意して聞いてみてください。再生します。こんな感じで、同じスネアをコピーして、これを、同じスネアなんですよね、見えますか。こんな感じで、スネアのピッチをメインのねスネアがマイナス2で調整されているんですけども、このトランスポーズですね、今マウスで囲んでいるところで、同じものをドラムトラック内に置いて、マイナス14なんで、1オクターブ下げて、はい、オクターブ下げたものをここに置いて、ちょっとねメリハリをつけてるって感じです。こんな感じで、まあ、結構ねこれ使える手法かなと思いますんで、ぜひね参考にしてみてください。あとは、歌取りが終わった後でシンガーさんのフックのメロディーに合わせて、僕がね後付けで、もう一個のメロディーを追加した感じですね。これはこのフックパッドってやつかな。再生します。
こんな感じで実際には4つかな、4つのメロディーになりましたが、基本的にはねこう3つのメロディーを僕が作って、それをねこうイントロ、バースフックっていう感じでこう入れ替えながら、展開を作って、リズムを作ってって感じです。こんな感じで今回は、僕の最新シングルである A Woman のストリーミングでの1万回再生を突破しましたという記念も込めまして、エイブルトンライブ上での僕が実際に作ったプロジェクトをお見せしながら作った過程をですね、解説してみましたが、参考になったでしょうか。はい、あとはですね、またさらにこのシングル A Woman に引き続き新しいシングルもねすでに、レコーディング済みなので、ぜひですね Spotify や他のデジタルプラットフォームで再生やフォローしていただけたら嬉しいです。それから随時ですね、サポートレッスン、オンラインでのサポートレッスンも、受け付けておりますので、ぜひぜひご連絡お待ちしております。それでは今回も動画のご視聴ありがとうございました。 DJ カズ佐久間でした。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。このチャンネルでは主に Ableton Live という DAW ソフトを使った DTM のやり方ですとか、 Serato DJ というソフトウェアを使った DJ のやり方、そういったクラブミュージックを中心とした音楽系コンテンツですとか、アーティストさんを交えた対談、そういったコンテンツを中心に発信しております。 DTM や DJ をこれからやりたいという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。また DTM 初心者さん向けの動画教材 Ableton Live の始め方を販売しておりますほか、 DTM と DJ それぞれの、オンラインでのマンツーマンのサポートレッスンも行っておりますので、興味のある方はですね下の説明欄のリンクから詳細ページへ飛ぶことができますので、ぜひぜひご覧ください。無料の体験レッスンも随時受け付けておりますので、質問などございます方は詳細ページ内のお問い合わせフォーム、もしくは LINE 公式アカウント、いずれかでですねお気軽にご連絡いただければと思います。それでは皆様のご連絡お待ちしております。